walked in darkness, my home was the night. They came into my life, showed me brilliant light.から大宮ステーションに来ております。ということで、ね、急遽ね新潟に行くことが決まったんですけど、本当は新幹線エクスプレストレインとか、まあ、バスとかもあったんですけど、一番安い方法で新潟に行ってみようということで、 the very cheapest price to go to 新潟、yes、ということで、この普通電車にね4回乗り継いで向かっていきたいと思います。そうですね、新幹線だとちなみに1万2000円で1時間半90分。バスだと3時間でだいたい4、5000円。この電車だと9時間ぐらいで値段がなんと3000円ぐらいでいけるんです。なるほどね。はい。これから乗っていきたいと思います。次、群馬まで。マジで。行っていきましょう。Let's go!はい、ということで、みなかみステーション着きました。寒い、あと1回の乗り換えです。はい、着きました。ということで、今からちょっとこたつを作っていきます。こたつ完成。ではこれから夜ご飯でも食べに行きます。はい、ということで食べようと思います。オープン。じゃじゃーん。オーマイガー。これね、こたつで食べれるっていうこの幸せですね。ということで、すき焼きを食べていきます。いただきたいと思います。ということで、まずお肉いただきます。うまい。寒いからよりうまい。東京より美味しい。食べていきます。2日目。ということでね、今日は大雪とは聞いてたんですよ。大雪とは聞いてたんですけど、オーマイガー。ということで、今日は2日目ということで、今日はスノボーを滑りに行きます。ということで、マックスと一緒にスノボーに行きまーす。ドクターさん。ということで、準備してゲレンデ向かいましょう。オーケー、レッツゴー。レッツゴー。
おはようございます。ということで着替えてこれからバスに乗ってね、ゲレンデの方に行きたいと思います。やばい、あそこがゲレンデで、今近くのレンタルショップに来ております。なんここ安いです。1日2000円ぐらい入っていきます。ということでここでねマックスがレンタルをします。僕は自分のマイボードがあるのでこれで植えていきます。最近ってレンタルスキーとスノボってどっちが多いですか？スノボが多いね。やっぱりそうなんですね、うん、若者はやっぱスノーボードがあるんですよね。いやもう子供の頃からねスノーボーに入っちゃってるから。昔なんか1990とか2000年ぐらいってやっぱスキーでしたよね、うん、子供は。ゲレンデもね最初はねダメなとこがうまくなってでもね多くなってスキーそうですね、やっぱりスノボーブームみたいです、若者は。はい、ということでね、やってまいりました。ようこそ岩っぱらへ。僕、前回なんとロシアのソチで滑ったんです。海外で滑って以来のことに初めてなんで、ジェット券買っていこうと思います。まあ、値段の料金表はこんな感じです。リフトチケット。朝早いですね。はい、朝活しています。どうせ仙台で、ここは、それここで売店もあって、ビーニーとか、ヘルメットとか、こういうね、リフトケイン、リフトケインのものです。ということで、まあ、ここはリゾートエリア1。でリフト券でリフトで1個上がるとリゾート2があるんで、そっちにはレストランとかが行きます。ということでじゃあこれから滑っていきます。行きましょう。はい、こんな感じでスタートだけしといて、あ、OK、おお。Yeah, let's go! Let's go! Let's go! Let's go!そうなんだ。だから、まあ、お昼は抜いといて夜にね美味しいものを食べよう。やっぱお腹空かせてから食べる方がご飯は美味しい。ブレイクなんですけど。けど。あ、可愛い。まるまる一本。カメラやってくれてマックスが買ったんですよ。でこれ余ったらあの持ち運べないんですよ。こうやってやると滑れない。滑れないな。こうやって滑れないんで雪の中で冷やして。隠して、まあ、アレンジなんですけど、ここ電子レンジついてるんでホットワイン作りました。ちょっと
ただきますね、マックスさん。うまい、本当にうまい。吹雪が収まるのを待って、もう一回滑ろうと思います。うん、ちょうどいいかもしれないね。ということで、レッツブレイク。アイソレーションで決めていくか、面白いね。最高。はい、スノボ終わりました。楽しかったね。よかったよかった。ちょうど1年ぶり、1年前ロシアで滑ったぶりなんですけど、ということで今日はもう体が冷えたんで、まあ、帰って温泉入って新潟でしか食べれないものとか、まあ夜ご飯食べに行けたら行こうと思います。ご飯に切り替わってると思います。ということでスノボ楽しかったです。いやー焼肉ですね。来ました。最終日の夜なんで、一緒にね、肉でも食べていこうかなって思います。 Let's eat Let's eat牛ハラミ。はい、とりあえずそれでお願いします。はい、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。 Cheers。 牛タンとポンプロが来ました。いきますね。ナイスクロースアップだね。こちらが牛ホルモン。わお、これ牛ホルモン、ホルモン、カルビ、カルビ、ハラミ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 。これはトントロなんで豚ですね。うわ、美味しそう。ただいまー。ということでまずトントロ。うわー、美味しそう。うまい。うまい。幸せ。はい、ビビンバのお客様は。ビビンバ。はい。はい、ということでユッケジャンスープいただきたいと思います。辛さがいいですね。やっぱ冬ってさ、辛いもの食べたくなるじゃん。体が寒いから。うん。だからめっちゃうまい。めっちゃうまいね。めっちゃうまいわ。そぐそぐそぐ。The ocean just moved when you looked by. Right now.こういうおもちゃあるよ、ね、そのおもちゃあるよな。もうラスト1枚のカルビ。ラスト1枚。あー、めっちゃうまそう。感覚しました。すごいね。ごちそうさまでした。最高です。ごちそうさまでした。いやー美味しかったですね。ここ美味しかったです。ね、ということでこれからね、駅に向かって、まあ、ちょっと買って家に帰ってレッツゴー。やっぱり雪すごいね。まだまだ雪すごいね。これはすごい。ということで笹団子買いました。あったかいやつを今食べれるんでちょっと食べようと思います。これが笹。うわぁ、お餅になってます。うわぁ、おーめっちゃ幸せそうな食べてるね。美味しくいただきました。 Thank you。Before you
just leave town.